神は何度俺たちを試せばいいんだ。っていう感じで、いや死ぬか。そりゃないぜトッツァンっていう声が聞こえるぜトッツァン。あ、舐めくせるのやめてもらっていいですか。解放するか。本気ガチ。いきます。で、敗因はここを取った時に後ろから来るお前。お前さえ処理すればいいんだよ。この世界にお前の席ねえから。よし。で、横から来るあんたをパリーしてしてあげる。で、とパリーしょー。無理無理無理、そのサイドステップ無理だから。残念。よし、エストはちょいと温存で、ちょいと寿司太郎で。寿司って人間にとってのエストだよな。はい。で、ここはまあ定石通り魔法で1ショーリー、2ショーリー、3ショーリー。ヘアショーダーニーですよ。ミラポン、ヘアショーダーニーだ。見るもレポンから返せ。ビーサーダーゲーロー、ヘアショーダーニーだ。正解、ヘア。オーケー、それ完了。上の弓兵ね、処理しとっか。おいしい。なかなかの体力ね。腰巻きいらんのよ、もう。エスト温存したかった。うわ、なんかエストビンってなんか可愛いね。あんただよ。ワン、チュー、チュイ。追尾魔法。うわー、ちょっと待って、今の見た。今のやばくない？杖からシールドに切り替えてからのパリ。もう震えてるよこいつも。え、すごすぎーって。無駄。俺の本気勝ち見せるっつったよな。行こう。まずは上のやつを人参処理処理していきますと。はいはい。もう真面目にやれば、ゴズが降りてきたらすぐ、降りてきちゃらすぐ、降りてきちゃらすぐね。で、上がります。で、ゴズがなんかやってるんで、ジャンプ攻撃を決めてあげましょう。いい火力で、また上がります。食らってもいい、食らってもいい、食らってもいい。松屋にしてねえし。で、ゴズはあいつ何なんだよって顔してるから、もう一回ジャンプ攻撃決めます。で、一旦こっちに引き寄せる。一旦こっちに寄せて、寄せては返す思い出たち。で、隙を見て松屋に。で、かわしながら、ここは一旦かわします。ゴリ押しで登らない。オッケーオッケーオッケー、登れ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 。で、またなんであいつって見ますんで、ジャンプして同じように決めてあげましょう。はい。で、もう一回はしごから外に、はしごの外側に引き寄せる。これが大事で、スパンと攻撃をかわして、で、ここはゴリ押さない、ここはゴリ押さないで、登れ登れ、今登れ、離した隙に登れ。 OKOK。 で、なんだあいつって見てくるんで、
もう一回ジャンプ攻撃を決めると、これで終了。本気勝ち見せるっつったよな。オーケー、決まったな。このなんか両手持ちしてこう歩いてる時のなんか小物感ね、こじんまりとした感じ、やっぱ英雄にはそういう一面も必要だな。さて凱旋、勝利の凱旋、凱旋の樽崩し、樽だ。はい、ソウルゲッチュ。ソウルと一緒に猿もゲッチュしたいところですけど、今は我慢しましょうと。できましたね。太陽が出てます。太陽が出てる。これ出てるでいい、これ出てるでいい、曇ってない。はい、いますね。お前さ、この剣のサビになりたいみたいだね。お前さ、この剣のサビになりたいみたいだね。はい、言っちゃいけないけど、言っちゃいけないよ、この人すげえいい人だから。ダッセー学校してるソラールさんです。いや、亡者だよ。太陽の神を信じてるグウィンね、うん、お前自身の太陽、まあ思ってないっすよ。じゃあ自分で何かを直せよ、改善しろよ。じゃあでもそれがお前の信念なら、改善しないのもまたよしだな。信念を貫くというのも、男の人生の一部だから。いいよ。あー、ごめん、違う、嘘、ドッキリでした。はい、時間あげますよ。ええじゃん。一回ノー選んでみる。いい人だな、めちゃくちゃいい人だ。当たり前じゃん、最初からそのつもりですよ。白いサイン漏石、オフラインじゃ意味ないが、あんたがくれるものなら何でも大歓迎さ。確かにね。いや、そうなんだよね。それはちょっと正しに来たっていうのもあるんだけど、いや確かに。へえ、そうなんですね。やばいっすね、それ。いや、さすがソラールさんっすわ。光り輝く特別性なんすね。いや、さすがっすわ、マジで。よーく目立ちますね、マジで。いや、俺もなりです、ついていくっす。あんたが太陽なら俺は月だ。一緒に光り輝くことはないけど、あんたの輝きがないときは俺が代わりにあんたの代わりに輝く。その代わり俺の輝きがないとき、あんたが輝いてくれ。で、お前のその太陽のような輝き、少しだけ俺に分けてくれれば、俺はそれだけで十分だ。じゃあね。よし。で、
ここはマジ気をつけてください。何がというと、あの目の前にいる兵士たちじゃないです。どこぐらいまで行けばいいかな。やばいやばいっていう感じで、ヘルカイトさん、ドラゴンね、来ます。マジ深い日つか回復ねえじゃん状態だから、ここはちょっと、もうすぐあれが初動画があるから、人間性1個使いましょう。 OK で、一旦ショートカー開けるのが最優先。 OK で、こっちにも行けますが、優先するのはこっちのこれ。おい OK で、ここの係人とつながりますよって感じね。いやー、やっとここまで来た。一旦かかろう。よし、ちょっと見栄え悪いから聖者になっとくか。元から復活しよう。 OK、 あのヘルカイツさん、これでよし、 OKOKOK、 これで処理れるはず。てかゴズソウル少な、ゴズソウル少なすぎだろ。で、ここからこう、あ、降りてきた。あー、違う、飛んだだけか。で、これであいつらはもういないかな。一旦あれだね、かがり火つけようか。ほら降りてこい。オッケー、降りてきたら、あそこのかがり火最優先でつけます。オッケー、やばい、あぶねー。でレバー引きまーす。で、あいつが来る前に、あ、ちょっと待って待って待って、これ、あ、やったわ、これやった。あいつの尻尾から取らないといけない武器があんのよ。いやー、それはだるいね。ちょっとミスったね。初心者すぎたし、腰巻きもいらねえし。ベイサイドがベーシック、クズは一掃するのが礼儀。あ、クレイモア来ました。あ、多分使わないかな、クレイモア強いんだけどね。えい、クソが、ちょっとね、ここのあれだな、探索はちょっと後回しにして、先にガンガン外側開けていきます。まずお前ね。はい、よいしょ。 OK で、ここね、ここはちょっとやりたいことがあって、あのね、奥にね、あのガードーンって閉まるなんか門みたいなのがあんのよ。なんかあの網やみのやつ見える、網やみのやつ、あれがガーって降りてきて、あそこが閉まんのね。だからちょっと遠回りして、あのこの門の向こう側に行かないといけない形になるんだけど、ね、まあ、あの門が閉まるのが、あの一番奥にいる亡者いるじゃん、亡者兵士、あいつがこの門閉めんのね。あのガーって後ろでレバー引いて、だからあいつが、レバーを閉めるより早く、あいつをまあ倒して、で、レバー閉まるのを阻止して、そのまま、祭祀場までの初等化を開けて、でそれから、ここら辺ね、一掃していきたいと思います。じゃあそのルート一旦やってみますね。いくぜ、スタート。走れ、止まんな、何があっても止まんな。今あれが流れてる、今多分勝ち取り隊員が流れてる。はい、ジャンプで、お前
お前だよ、お前、お前だよ、いって、オッケーオッケーオッケー、ほら、えい、いいね、仲間を殺した気分はどうだい、最高の気分だろ。仮想の鍵ゲッチェー、これで仮想のね、いろいろなところに行けるようになりますと。ほらほら、僕を殺してみなよ。まあ君たちじゃ無理だろうけどね。俺もこいつらを、やばいやばい、まあいいや、一旦ここにある、うわ、なんだっけこれ、これな、あれだ、ハルバード、オッケー、ハルバは使いたいっす。で、こうバルデルね、こいつらね、くせ者、なぜかというと試験を持ってる、試験はねパリーしにくいのよ、しかもね、なかなかの火力ね。いやー、こういうディレイもあるから、こいつ気をつけて。あ、それいいね、それが一番楽、こいつ勝って、魔法でいいや、崩した、オッケー、マジで死にたくない、ちょっと、一旦する、あ、はい、オッケー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 、はい、危ない、無駄ですよ、ここ開けてしまえばね、もうこっちのもんよ。あ、で、あとあと、上のアイテムとかも回収していきます。採取場ね、部屋戻ってきた、戻ってきた、いやー、やってきたわ。あ、つでレベルアップもしちゃおうか。それもいいけどなってそれもいいけどな、元気やなお前かと思って、あっ、そいつはもちろん、そのための民家の鍵ですよ。あんた何も分かってねえなおい。お前さ、この刀のサビになりてえみてえだな、おい、これで、まあちょっとあれだよね、生命が増えてきたから、生命力が増えてきたっつうか、ちょっとエストビンの回復量上げたくねっつうことで、ちょっと上げに行こうかな。うわ、めっちゃ上がる、ロストさえしてなければな。体力も霧のいい10にする必要ねえか。筋力15は欲しいね、筋、とりあえず、あー、でも筋、あー、技量15がいいね、技量15にしていいね、これでいい感じの魔法剣士なんじゃない。で、なんか持てる武器増えたかな。あ、両手持ちでモアが持てる、うわー、かっけー。黒、あー、持てねえか、まだ。ハルバは、あ、ハルバ両手持ちでいける、あー、いいね、ダッシュ攻撃がぐるぐるじゃないんだね、叩きつける感じの、これいいね。あとはウィングドスピア、あ、これは普通に持ってる、あ、スピアいいね、さっきから全部いいねしか言ってなくね、ちょっとスピア使っていくわ。で、何をするかというと、ちょっとあれじゃん、エストの回復量が足りないで、ダガーがいらないから、あ、違う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 、回復量が足りないから、
っと回復量上げようっていう話ね。地に行ってここちょっと後半に行くエリアだから、まあ敵の強さが異常なんだけど、まあそれはいい。で、なんで来る前にソウルを使ったかというと、機関のコッペンを使って帰るから。機関のコッペンもしくは、ダークリングを使って帰るからです。俺は機関のコッペン持ってないんでダークリングで帰るから、そのここに来る前にソウル使っときましたと。敵が強いからロストの危険性もあるしね。ここ降りて、で、こいつらは別に何もしてきません。ショーロンド遺跡で、ここは鍵がないといけませんとね。はい、ここからね、いろいろなエリアに行くことが可能です。まあこれは正直なところ正規ルートではないんだけど、こっちから行くのはね。お前マジくつろいでるよな。ん？お、自由ですよ。ビーハイム？お前も？笑える。あ、そうなんだ。確かにね、死ぬこともないね。ありがたい。ビーハイム一と言われたお前の腕見せてもらおうかな。じゃあ、こいつ武器強化できますとね。でソウル使ってきたんで、まあできませんとね。うわー、ソウルの太いうますぎ。買っときてー、買いたー、太い買いたー、買います。いや、いらねえか、ここで買う必要ねえか。 OK、 一旦失礼します。怯えてるのか、それとも祈っている。祈るな。そう、立ち、頭かいい？なら殺してあげる。祈れよ。エストック、いや、エストックうまいね。これ好きなんだよね。脳筋系の試験かな。これ結構ね、個人的に好きな武器。クソでけえレイピアみたいな感じね。一時の呪い。あんね、この先のエリアに行くにはこれがね、絶対に必要。まあ今は使わないんですけどね。こう言って、うわ、今聖者かよ、死にたくねえよ。ここ行く前にダクリン装備してください。すぐ帰りたいので、で、ダクリンを装備してこの先へ行きますと。いやー、ここマジで気をつけて、やつらが来るから。あー、こいつら、こいつら、こいつらやばいから。で、どこだ、どこだっけ、どこだっけ、どこだっけ、この先だ。あ、これ、あれあれあれ。で、すぐ帰ります、すぐ帰ります、帰りますんで。帰るから、帰るから。オッケー。あいつら弱っ。やってらんねえわ、マジでよ。けれけれ。はい。で、さっきゲットした武器は何っていう話ね。ひもりめの魂。いつかどこかにいたひもりめの魂。ひもりめとは、かがり火の化身であり、捧げられた人間性のよりしろである。その魂は無数の人間性に食い荒らされ、いやー、これ結構えぐいんだよね。これも見てもらったらちょっとわかると思うけど、ちょっとここでは言えないようなものだね。チンチン系、チンチン系だね。不死の宝、エストビンの力を高めるという、そうそう、これが目的で、アイテムとして使用することもできるが、その場合エストビンは強化されずに人間性を得て HP を回復してヒマリム魂はなくなる。で、この人あげます。はい、エストビン強化されました。でもまだ話してくれません、まだ心開いてくれません。で、エストビンが強化されたって何っていうことね。これエストビンの横にプラス1って出てますね。これのことです。回復量が上がってます今。ちょっと
と見せたいけど、まあいいよね別に。回復量上がってるって嘘つくわけねえじゃん。こっちへ行って、じゃあちょっとあれだね、採取場のアイテム回収していっか。つぶらな瞳ですね。おい。で、あれね、取りたいの。こうやってローリオッケーオッケー、大丈夫大丈夫。こっちも行きたかったから。なんならこっちに行くのが本目的みたいなとこある。モーニングスターとタリスマン。こっぺんこっぺん。ひび割れた赤い瞳のオーブと。で、ロイドの5分。エスト、対人とかでエストが相手が使えなくなる。オフラインだと思うに、ミミックを倒さずにアイテムを取れるっていうやつだね。まあ、ミミックとか見つけたらちょっと見分け方とかも。まあ解説の必要もないとは思うけど、一応解説していくね。ロイドの5分ね。出身ロイドね。ちょっと読むのだりーわ。で、あとは、モニスタ、モニスタ。モニスタね、結構強いんだよね。Sストックね、これ。大型の試験。いや、モニスタ。時のついた土。聖職者の武器の中でも残酷なイメージが強い。あいつが持ってるね。あいつが。憎べきあいつが。憎むべきあいつが。出血効果。出血効果ね。これがね、強い。まあ、モニスターはそこまで出血に特化はしてないんだけど、まあ、出血があるだけで強いっていうね。かわいい尻尾。はい、かかって骸骨バイバイ。来てたみたいですね。すぐ立たされましたね。じゃあちょっと進んでいこう、この先に。わあ、さっきの濁林で人間性失ったのがちょっと痛いね。火炎瓶も拾って、完全に忘れてたけど、完全に、知ってましたよ、今拾いに来ただけですよ的な感じで拾いに来たけど、完全に忘れてたね。じゃあこいつね、こっちの、これなんだっけ、これは、これなんだっけ、火炎瓶。じゃあちょっとこの先に進んでいこう。で、さっきのとこに戻って探索はもうちょっと後、あと一回やりたいことがある。ちなみになんだけど、でかいやついたじゃんさっき。こいつこいつこいつね、パリが取れます。でも致命の一撃はできないって感じね。だから一応あれだね、致命の一撃、こいつ致命の一撃があれじゃん、なんか全然できないよ、俺下手くそになったのかなじゃなくて、あいつはもともとできない仕様なんで安心してください。でこっちね、階段抜けてこっち、あいつ来てるね。早っ、足早っ。どこまで来る、どこまで来る、どこまで来る、お前どこまで来んの、どこまで来んの、どこまで来んの。さすがに来ない、さすがにもう来ない。お前らは来るね。まあお前らは別にいいよ。はい。いや、鎧とか落としてくんねえかな。ちょっと、落とさねえか。まあいい。いらねえ。はい、かかり火があります、と申します。ここね、正直注ぎ火してもいいんじゃないかって思うんだよね。ここは注ぎ火しても結構使えるかかり火だから、注ぎ火推奨だね、ここは。まあ今はしないんですけど。で、会いたかったのがおめえだよ。あそこにある武器たちくれよな。顔近って思ったけど、そこまで近くないね。センキュー。シリーズ通してね、まあ2はちょっと微妙だけど、シリーズ通して、俺たち亡者を、亡者っつうか、まあ英雄王だねを助けてくれる。
アンドレさん。ああ、こいつアンドレ？こいつアンドレだっけ？ちょっと待って。だ、あれ？名前聞いてなかった。まあいいや。優しい人だ。ね、強化したいけど、ソウルがないし、かけらもないねー。やってらんね。でも安心。かけらはここで買えますと。で、ここで買えるんだよね。修理箱、火事箱、火事箱。だから、なんか、亡者のおっさんから、ユリア大好きなおっさんから買うのは、まあ、得策ではない。ここで買った方が安いしね。で、ブロソいいね。バスターソード来たー。バスターソード、バトルアクス、ウォーピック。謎武器ウォーピック。パイク。ラジレザー、塔のカイトシールド、ソーダのカイトシールド。いや、全部いいね。全部いい。うわー、欲しいやつばっかりだなー。すげえ棒読みになっちゃったけど、欲しいやつばっかりなんだよマジで。ジェスチャー学んどこうか。えいえいおうね。ゲイで話そう。あん、そうだな。うん、あ、修理ぐらいはしてもらえる。あ、してもらえる、してもらえる。所持ソウル80って死なねえよ。ああ、やべ、何も言うことが思いつかなかったな。よし、じゃあここも灯したので、しっかり探索やっていきましょうかね。あ、いる？いるかな？あ、いるいるいる。あいつにも話しかけておこうか。まあ、3では、激アツイベントを見せてくれた、あの鎧ですね。中意味は違うけどね。うん、ほえ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 って言ってるね。情けねえ声出すんじゃねえぞ、てめえ。ジークマイヤーさんで、3ではジークバルトだったね。2では出てきてません。うん。こんなもん開かないでしょう。待ってるって、何か行動してくださいよ。あ、すいません、悩んでるんですね、しっかり。すいません、すいません。誰か死んだ。え、誰か死んだ。まあいいや。まあ安心してくださいよ、いずれあんたにこの言葉をあげるよ。砂浜、じゃあな。さて、800ソウルゲットしたんで、どうしようかな。まあ、謎だね。謎すぎるので、探索やっていきましょう。ここは通さねえぞって顔してるね。通るんですけどね。無慈悲に通るんですけどね。この祭壇は何かが捧げられてたのかな？まあいいけど。よし、じゃあ逆走しながら探索していきましょう。ちょっと待って、その前にいや大丈夫だ、こっちだな。ちょっとあれだな、ここら辺を探索する前に完全に忘れてたことがあったんで、ちょっと今ちゃんと録画できてるかっていうのを確認してたんだけど、完全に忘れてるやつがあったから、ちょっと一旦それを片付けに行こうかな。はい、シャドウ、オッケー。棺の採取場と。で、はい。オッケー、ここ、ここ。なんで？あ、オッケー、オッケー、オッケー。びっくりした。びっくらこいた。はい、ここには何もないよな。何もないよな。オッケー、オッケー、オッケー。あそこね、乗れます。で、ここに来れますと。で、ここに来て、あれね。まあ、いずれ、鳥に連れて行ってもらうんだけど、不審院2階西の鍵。まあ、そこまで重要なアイテムでもないんだけどね。で、こっちに降りれば安全です。はい。はい。採取場のアイテムはこれで全回収かな。 OK、 まあ不審員に関してはまだちょっと行くのが早いね。うん、うん、うん。
So that she'd never say any もう。Do these martyrs keep chugging along? だな、そこはお前にちょっと、そこはお前に同意だよ。初めて青兄とと心が通じ合った、いや意見が同じになった気がする。マジ許せねえよな。いやマジで女の子いじめるやつマジ許せねえんだよ。ちょっとあれだな、マジでマジであのローと何がし、ローと何がし力はちょっとガチの粛清をしねえとな。まあそれはまだまだ先の話なんで、じゃあここ一帯の探索やっていこう。 OK、 じゃあちょっとまずはこのデカブツ倒そうか。ええ、あちょっと待って、カボタももう一個ゲットしてる、もしかして。あ、してるしてるしてる。うわーめんど。まあいいや、ちょっと捧げに行くわ。エスト2にしとくわ。はい、エスト2個にしてきましたと。で、あのデカブツどこ行った？あのデカブツどこ行ったの？まさかあのデカブツ800ソウルだった？あの時の。私はあの時の800ソウルでしたか、もしかして。はい、まあ、勝てえな。いやエストプラニエスト10個はうますぎ。よし、じゃあバルデルさんやりますかね。できれば一体一体引きつけたいところ。やべ祈ってるあいつ、くっそー。まあいいや、ここ後回し。あ、俺にも魔法の力はある。俺とお前どっちの魔法が本物か決着つけようぜ。魔法合戦といこう。バルデルちゃん気づいちゃった。オッケーオッケー、さっきのリベンジだ。お前なかなかのあれだね。無駄、えい、落として。なんかほらほら吹っ飛べよ。お前ら角に集まれ。うん、くんずほぐれず、くんずほぐれずだな。よし、クンズほぐれずっつってもあれだな。あ、ちょっといける、ほら。てめえの魔法はこっちに当たらねえけどよ、俺の魔法ノックバックはうぜえな。まあでもそう、ということはあいつの攻撃もこっちに当たらねえってことだから、まあウィンウィンだな、あいつと俺ウィンウィン。無駄ね。オッケー、バックラー持ちがちょっと硬いんだね。オッケー、バルデルはこれで完璧だな。よしで、あ、本当だったらあそこのここ門閉められてるから、横っちょこの橋のなんか下のなんか横っちょらへんに階段みたいなのがあるんだけど、そっから降りて、でこっからこの裏側に来るっていうルートになりますね。でも無理やり突破しちゃってるんで関係ないっすわ。では、逆側から、逆側からね、あいつらの不意をついて、攻略していきましょう。攻略とか、攻略というか探索ね。で、バックスタ決めたいね。どうしよう、ダガーでいいね。ローリングはオッケー。無駄よ。
ッケー、落とさないね。黒騎士剣で運使い果たしたか。はい、早すぎるね。見えない。俺に攻撃した時点でお前は負けてんだよ。ま、攻撃しなかったらしなかったでお前の負けなんですけどね。つまり俺と出会った時点で、俺と解析した時点であんたの命は終わりだ。あんたもね、あんたは俺と会ってないが、俺が一方的にサンドバッグにする。お前一つバレてるか。やっとやれた。待て待て、いいねエストプラニは。ヘイ、いやーちょいと危なかった。ちょいと寿司太郎、ちょいと寿司太郎だったけど乗り切ったな。でここにあるのが塔のカイトシールド。いいねナイトシールド、重いんだけど、まあ性能はもちろん最高級の性能ということでね。まあ最高級かどうかはあれなんだけどね、諸説あるっつうか人による。あーパリ狙いやすいのはありがたいからこっちで。いや特に盾はあんま使ってねえし、パリぐらいにしか。じゃあここの霧を開けていきませう。あーここは遠距離で魔法で処理ろ。えい、落ちなあの世にな。あいつに当てれねえよな。オッケーオッケー、ここはボスじゃないから安心して。はーい、来ましたね。そうそう、ここでね、あの欲しいものがある。ちょいと欲しいものがあるから、欲しいもの、それと、いやー助けたい人っていうのは違うな。助けたい人っていうのは違うんだけど、まあそのなんていうのかな、難しいね。助けたくはないんだけど、なんというかそのなんだろうね。あ、ちょっと待って、おー、なんか雑技団みてえだ、中国雑技団みてえだ。え、これがあ、なんだっけ、大きなソウルとかだよね。キョキョで、うわーい、まい、不明の鍵、オッケーオッケーオッケー、これが重要。いはい、はい、申し分ないリーチしてるね。まだマシですか。オッケー、じゃあちょっと不明の鍵見ていこう。あ、仮想の鍵を見ていこうね。大橋の壁側にあるなんか鍵ね。あれ、不明の鍵、簡易なロウの鍵だろうか。まあその通りなんだけど、捕らえられてるやつがいるんすよね。やべやべやべね。あそこに降りられれば万々歳だけど、どうですかね。はっ、オッケー、誘い頭蓋。まあ、あの誘い頭蓋であいつをあのこの真下に誘って、で、まあ落下地名とか入れてくださいよみたいなね。あの鉄のやつ、あいつ普通の攻撃効かないから弾かれちゃうから、まあ効くんだけど弾かれちゃうから倒しづらい。だから落下地名か、あそこのケツに穴開いてると思うんだけど、あそこにバックスタね入れるか、じゃないと倒せない。で、落下地名、まあ誘い使い、ここ、こんなところで使っちゃうのはもったいないんで、もったいないんで、まあリーチ長めの武器、リーチ長めの武器を用意していただいて、クレイマーでいいかしていただいて、で、あいつにジャンプ攻撃落下地名決めていきます。
おい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 、決まれ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 、オッケー、決まったね。ちょっとリーチ長めの武器じゃないとちょっと怪しいか。はいはい、あーもう強え、クレイモア強えわ。いいね。まあ論争に戻しますが、で逆走していこう。はい、最後の一撃は切ねえんだよな。でお前ね、お前はもういいよ。オッケー、ほいじゃあ行きますかね。論争はいりません、致命のみで倒すんで。で、ダクリンではなく、ま、スミマツ、でも、まあいいや、スミマツ使おうか。ちょっとでも軽く底上げね。マジ強敵いるから。はい。で、やろうか。黒騎士よ。体験持ちね。まずい、こいつは。バックスター、オッケー。いい、軽くで回復もできる、ここで。オッケー、うお、超えた、嘘だろ、レクイエムだ今の、パリーレクイエム、無駄です。こいつパリー取りやすいわ。頼むから体験落として。あお、待て待て、やばい、あっぶね、マジでバックスタで決めましょう。ああ来なかった。まあいいや、最初の日の炉でいやっていうほど殺してやるからよ。じゃあここら辺はとりあえず処理れたかなーって感じだね。うん、で、もう一個ルートがあります。あのヘルカイトがいたとこね。あそこヘルカイト、まあショトカ開通したところね。ショトカ開通したところ、あのもう一個今は行かないでいいっていう道があったと思うんだけど、ここに繋がってるね。だからヘルカイトの方の受けずにここまで、来れますよみたいな感じだね。でいや、まっ、頼む頼む、やめて、マジで情けをかけてくれ。